さあ始まりました、少量チャンネル。翔ちゃん、翔太です。りょうです。少量です。超ゆるい感じでスタートした。さあ今何をやってるかというと、翔ちゃんが今サーターアンダギーを作ってくれてます。はい、イエーイ。できる？大丈夫？今回ね、たくさん沖縄食材を送ってもらって、うん、今日ね、仕事行くまでに、前に、お昼ご飯で食べようってなって、作ってます。あと何作るんだっけ？沖縄そば。ソーキそばね。ソーキそばと、あと、サタダギか、うん。をお昼ご飯で食べたいと思います。さあ、うまくできるかな。ちゃんと、エプロンして偉いね。え、手で丸めてんだ。なんかさ、うん、あ、美味しそうだね。大きさがバラバラだけど大丈夫、うん、気をつけてね。あ、なんか跳ねそうな音。あ、若干焦げてる。焦げた？まあいいよ。どういう、ちょっとあんま分かんないからさ、なんとも言えないんだけど。あ、温度がね、うん、なんか椎茸みたいに見える。本当だね。あ、もう最弱でいいんじゃない？あ、確かに温度。いや、今日めちゃめちゃ天気がいいね、うん、洗濯物干してるからちょっと映ったら恥ずかしいよね。あ、そうだね。うちらのおパンツが。フォークで転がす？あ、いや、中が通る。ああ、なんか低温でさ、じっくり揚げるみたいな書いてあったよね。本当。まあ別に中はそんなにあれだとしても、できちゃいけないけど。何意味のわかんないこと言ったけど。生でも大丈夫みたいなこと言ってんでしょ。ダメだよ、ちゃんと。しっかり。あ、そうだ。ね、これオリオンビールのね、あ、そうそうそう、たくさんもらったんですよ。ありがとうございます。ね、すごいいろんな、かわいいシーサー、うん、あ、でもいい感じだね。でもさ、なんか売ってるサーターアンダギーもさ、なんか割れてるよね。割れてる割れてる。あれ、膨らんで割れるのかな、やっぱりね。わあ、美味しそう。つまみ食いして。できた？うん、美味しい。ね、うん、でも、いい感じ。うん、じゃあ、ソーキそば作ろうかな。お願いします。はーい、はーい。これが、いただいた沖縄そばです。インスタント麺、美味しそう。しょうちゃん、そこで何やってんの？ご飯待ちです。冷蔵庫の前でご飯待ち。ひょにょ、はい、というわけで完成しました。イエーイ。豪華なお昼ご飯になったね。ね、そうそう、ソーキそば。ソーキそば、あのね、だいたいなんだっけ、ラフテー、ラフテーじゃねえわ、ソーキー、お肉入ってるじゃん、ソーキそばって。だから、うん、でもなかったからね、確認、コンビニで買ってきました、うん、そしたらすごい、なんか本格的な感じで、見えるかな、見えるかな、うん、あといろいろもらったんだよね、せんべいとか島豆腐チップス、チップスとか、あとね、塩せんべいだって、沖縄塩せんべい、昔ながらの沖縄の味、うん、あと定番のね、チンスコ、うん、食べよう食べよう、ただ
食べよう。いただきます。美味しい。いや。うん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 。あ、角煮入れたら。うん。ほんと。ね。いいね。それっぽいっていうか、本格的なね。美味しいね。うん。なんだっけ、あれ島唐辛子オイルみたいなのあるじゃん。あるある、島唐辛子。うん、うん、あれがあったらね、かけたらもっと、ああね、確かに本場っぽくなる。うん、おいしい。サーターアンダギーも食べよう。あ、おいしい。なんかほんのり甘め。うん、ちょっとサクサクしてて、やっぱサタンだけ美味しいよね。おいしい。本当はね、うん、ビールもらったオリオンビール飲みながら食べたいですけど、まだ日がお天道様がまだてっぺんにいらっしゃるのでまだね、うん、夜まで我慢しよう、うん、あ、これ食ってみたいんだよね、俺ね。島ピリ辛と書いてある。島豆腐チップス、こんな感じ。うん、おいしい。あ、おいしい、うん、辛い、ちょっと辛いけど全然へ、うん、あー辛いね。後から来る、うん、後から来る、うん、島唐辛子って感じだね。うん、それこそさ、ビールとか飲みながら食べたら、ね、良さそう。いいね、いいね、うん、残しとこう。しちゃうわ、そば。うん、いや、ほんと沖縄行こうよ、今年。ほんと、うん、行く、頑張って貯金しよう。なったね、うん、プレゼント送っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。他にもいろいろ送っていただいて、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、またね、何か料理動画で使えそうなものを送っていただけたときは、それを使って2人で料理してみたいなと思います、うんうん、思います。はい、今回はですね、沖縄料理でランチ、はい、しました。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。